京都さんの方に宿泊に来ておりまして、朝の朝食ですね、はい、それをいただきに今レストランの方に来ております。ビュッフェスタイルではなくてですね、 今のこの時期ということもあるんですけども、このようなメニューになっております。はい、4種類の中から選べるようになっております。このように和と洋ですね、和と洋があります。はい、でこれは、またね、おかわりもできるということですので、まず和を食べて洋を食べるとか、まあ、いろんな形で追加で注文ができるということになっております。はい、全てね、店員の、方が、持ってきていただくということなので、ドリンクに関しては、セルフになってますので、自分で、取りに行く感じにはなっておりますけども、お料理の方は持っていただけるということになっております。それでは料理の方を紹介させていただこうと思っております。僕はね、4種チーズとクロックムッシュのブレックファストというものを注文させていただきました。はい、それでまずね、これスープです。はい、スープ、はい、スープです。まずスープが到着です。はい、その後ね、こちらにサラダ、はい、これサラダの方も先に持ってきていただいております。はい、ね、あとドリンクはね、セルフということでございますので、このオレンジジュースを入れてきました。はい、それではね、スープの方いただいてみたいと思います。うん、もう中にね、人参とか玉ねぎとか刻んだものが入っておりまして、非常にお味濃厚で美味しいです。はい、これがね、和定食ですね。和定食でございます。はい、このような感じでね、魚、焼き魚に、卵ですね、それに煮物、お味噌汁にお茶ですね、ひじきとか入ってます。でご飯というセットになっております。はい、今ね、到着いたしました。4種チーズとクロックムッシュのブレックファストということでございます。はい、これがね、チーズが上に乗ってます。ブレックファストということでね、はい、目玉焼きとかベーコンですね。はい、この辺はフルーツ類でございます。これにね、先ほどのサラダとスープがつきます。はい、それではね、いただいていこうと思います。はい、それではね、これいただいていきたいと思います。はい、まずね、やっぱこのメインのこれですね、ブレックファストがということでね、はい、これをチーズのね、いただいてみます。うん、うん、これ上トマト、プチトマトをね、焼いたものが上に乗っかっておりまして、はい、非常に美味しいです。うん、ちょっとフォークは使いにくいですね。わかりませんので、このまま手でいってみたいと思います。はい、ではいただきます。すごい濃厚ですね、チーズ。美味しいです。はい、はい、ここにね、かなり巨大なウインナー入っておりました。
はい、いかがだったでしょうか。今回はね、コロスホテル京都さんにある、キハルブラッセリーさんというね、レストランで、朝食の方をいただいてまいりました。はい、非常にね、美味しくて、満足のできる内容でございました。はい、皆様どうもご視聴ありがとうございました。はい、またね、次回の動画でお会いできればと思います。